どうも、ショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、じゃあ今日もやっていくんですけども、まずはですね、早速六本木の方に向かいたいと思います。で、やっぱり朝のトレーニング後にまだ何も食べてないんで、なんか食べたいなぁ。お、サラダチキンがありました。いただきまーす。美味しいです。美味しかったです。やっぱちょっとでも食べておくだけでもうこの後全然違うんですよね。ということで、じゃあ行ってきます。天気ですね。今日は最高です。そして人が全然いなくて快適です。で、六本木ヒルズの、近くにあるスタバに今から行きます。はい、ちょっと遠回りしちゃった感じがするんですけど、てか9時に待ち合わせだったんですけど、ちょっと遅刻しております。いやあ、暑いですね。ていうか、どこだっけあのスタバみたいな、若干迷子になりました。確かここの坂下ったところにあったような気がするんですけど、あれ確かこっちでいいと思うんですけど、でもなんか田舎って具合がバレちゃいますね、これは。あれでも本当逆に人がいなさすぎて大丈夫ですかっていうレベルなんですけど。あ、あったあった、ありました、あそこです。あ、ここです、ここです。はい、ありがとうございます。よく頑張ってください。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、終わりました。いや楽しかったです。そしてなんかまだ人が今何時かわかんないんですけど、あんまりでもやっぱ人いない、少ないです、めちゃくちゃ少ないです。やっぱ暑いんですからね。でもなんか風は気持ちいいし爽やかでいいですね。まあでもこうやっていろいろ撮りながらお散歩するって楽しいですね。はい、なのでそのまま、今日は六本木を散歩しようかなと思ったんですけど、まあ、せっかく来たのでちょっとあそこに行きたいと思います。はい、ということで大門に着きました。いやー、さらに暑くなりましたね。ねえ、猫ちゃん。はい、こちらでーす。はい、増上寺です。まあ、めちゃくちゃ久しぶりです。やっぱいいですね。いやいやいや、日差しが強いのでなんかあの海に行ってないのに真っ黒になりそうですね、これ感じは。はい、でもまあせっかくこうやって久しぶりに増上寺に来たので、ちょっとあの喋っていきたいと思います。僕は2015年の4月にその時住んでいた部屋にあるものを8割もう手放したんです。で、そこからまだその時はミニマリズムっていう存在というかそういう概念はなくて、単純に手放すだけ手放して、自分のやりたいことだったりその時やっていたその企業の仕事に集中するために、徹底的に無駄を省いていくっていう作業を始めていったんです。物を減らしたことによってやりたいことだったり仕事にフォーカスできて、でそこで結果が出てっていう体験はしてるんですけども、ただなんかこう満たされないというか豊かじゃないなっていうふうなことを思っていました。その時仕事でしたけどフォーカスをしていって、でそこで結果が出ましたと。でそのできたお金、余裕ができたので、それで自分が好きなものをポン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 買っていったんです。パソコンだったりカメラだったり自転車とかですね、まあいろいろ買っていったんです。でも幸せだったか、まあ当時はまあ頑張ってたと思いますけど、でもやっぱ悩みはやっぱ消えなかったです。消えない波はやっぱ消えないですし、まあ、買って一瞬こうワクワクしますし気持ちくなりますけども、半年経ったらもうその買ったものって、まあ、あって当然というか別に価値は感じなくなって、もうまた他の新しい商品だったり他の有名な人が使っているものとかがやっぱ
青く見えるんですよね。隣の芝は青く見えるじゃないですけど、やっぱいいなってやっぱ思って、それをネットでリサーチして、あいくらかと思って、でそのお金を買うためのお金をこう頑張ってビジネスで作るみたいな、そんなことをやってましたね。まあ、例えば YouTube でそのトップ YouTube の方がこのカメラレビューしますとか言って、めっちゃ高いカメラレビューしてたらいいなとか欲しいなってやっぱ思っちゃうわけじゃないですか。でそれを例外なく僕もやっぱ感じていて、そのカメラをゲットしたらそのカメラ買ったぜみたいなこう自慢するわけなんですけど、カメラ知らない人からしたら何のことかさっぱり分かんないわけですよ。あと自転車なんかも、あの選手が乗っていた自転車だぞとか言ってたところで、自転車興味ない人なんかはどこがいいのとか全然分かんないわけですよ。そういうのを僕は物をどんどん手放していきながらすごく感じましたね。なんかそのものを買ってどう思われたいかって思ったところで、知らない人からしたら何にも価値は感じないというか、そういうのはすごい感じました。物は人を豊かにしない、物は人を幸せにしないっていう言葉はもういろんなところで言われているにもかかわらず、でも物欲主義に走る人がやっぱ多いっていうのは何でかなって考えた時に、その物を買ってどう思われたいかとか、物を買うことによってその承認欲求を浴びたいというか、そういったことが主なその原動力になってんじゃないのかなっていうのはすごく最近感じます。なのでこう女性の洋服なんかもそうですけど、これを着ることで周りからこう綺麗に思われたいとか、まあ、ちょっとどう思ってるか分かんないですけども、そういう人もやっぱいると思うんです。まあ、特にやっぱ男性なんかもこのブランドのカバンを持って、街中をフラフラ歩いて、あいいなって思われたいとかですね、女性にモテたいとか、あとはあいつに勝ちたいとか、自分の経験から来る意見なので、まあ、ふーんって感じてくれればいいと思うんですけども、まあ、興味がある方は今から言うその何でしょう、自分がどっちでもう買い物をしているのかなっていうそのメントレをちょっとしてほしいんですけども、まずファーストステップに自分が欲しいものをノートにバーッと書き出してほしいんです。ロレックスとかポルシェとかなんとかなんとか、ダイソン掃除機なんとかとか、まあいろいろ書いてほしいです。でその後にその右側ですね、なんでそれが欲しいのか、それをゲットしたら自分はどういう風になるのかっていうのをちょっと書き出してほしいんです。で正直に書き出してほしいんです。自分がその承認欲求を刺激された上での物欲なのか、それともまた違う物欲なのかっていうのが分かるかなというふうに思いますので、ぜひ興味があったらやってみてください。物を買うのが悪だとは思ってないです。僕も物を買わないと、このカメラ買わないと YouTube 撮影できないですし、今使っているこのバックパックを買わないと荷物運べないわけなんで、あとこういうシャツ買わないとすっぽんぽんで街中歩けないわけなんで、なので物を買うのは別に悪ではないと思いますし、すごい便利だと思うんです。ただ物をいっぱい持っていたとしても、高いやつとかブランド物だけにこう身を包んでたとしても、その原動力が認められたいとか好かれたいモテたいとかっていうところにあったら、もうそれが叶わなかったらやっぱ心は満たされなかったり満足しないわけなんで、なので今この動画を見ている人の中で何かこう持っているものとか買おうとしているものがあったら、そのなんで欲しいのか、なんで持っているのかっていうのを考えてもらえたらいいかなというふうに思います。はい、ということで今回は以上です。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。